シェア畑千川伊藤農園のアドバイザー藤枝です。今日は茎ブロッコリーのですねお手入れでおよび追肥の仕方をご紹介いたします。茎ブロッコリーはですね中央に超辛いというものつぼみですね、できますので500円玉台ぐらいになりましたら、ここでカットしてしまいます。そうすることによってですね周りの脇芽がいっぱい出てきまして収穫量が増えていきます。ではカットの方法ですがハサミで結構です。できればアルコールで消毒した後にですねお使いいただくとよろしいかと思います。切り方はですねこの茎の元ですねこちらをね斜めにカットしてください。実際にカットしてみますね。切り口を斜めにしていただくことが、ポイントですね。これを斜めに切ることによってこの水分がたまらない、また雨が降ってもここに水がたまらない、腐ることを防ぎます。なるべくカットはこういった形で斜めにしていただければよろしいかと思います。でこうした形で超辛いを、カットしますとこういったまた葉の間でですね、脇芽が出てきます。こういったところからどんどんこういう小さいものがまた大きくなってきますので程よいところでまた収穫していただきます。はい、それでは茎ブロッコリーの追肥を行います。追肥の仕方はですね、ちょうど根元から20センチぐらい離したところ2箇所ですね、こちらに追肥をしていただくんですが、で鶏粉をですね 20cc マルチの上からぐさっと刺してしまいましょう。で刺してその中土の中にほぐしていくように、で鶏粉肥料がですね、マルチの上に出ないように上の方に土をかけていただいて、でもう一方ですね今度はこちらですね、このまま差し込んでしまいます。で土の中にほぐした後は必ず上に土をかけるようにしてください。こうすることによってまた脇芽がですねどんどん出るようになります。だいたい1ヶ月に1回ぐらいですね、やっていただくとよろしいかと思います。今日は茎ブロッコリーのお手入れと追肥の仕方をご紹介いたしました。シェア畑千川伊藤農園のアドバイザー藤枝でした。チャンネル登録グッドボタンをお願いいたします。またお会いしましょう。またね。